ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃ今回はこの隣人さん隣の謎というアプリをやっていきたいと思います。ほい、スタートー。101号室。なんか、戸の中が赤いとさ、あれやん、飛び森のホラー村思い出す。はい、クエスチョン1。クエスチョン？クイズ？101号室、物音。え、何あれ、死体じゃ、死体？クエスチョン1、夜中に隣から大きな物音がします。はぁ、やっと娘を寝かしつけたのに、娘が起きては叶いません。良くないことだと思いますが、私は隣の様子を確かめました。うんうん。隣の様子を確かめました。どういうこと？なんか決定って出てるけど。隣の様子どうやって確かめるんこれ。どういうこと？隣の様子？これ？おう。私は押し入れの隙間から隣が見えることに気づいていました。押し入れの隙間って何？隣の部屋じゃなくて隣の家よね。え？そんな？押し入れで繋がっとるわけじゃないよね。もう少し静かにお願いしたいところですが、隣人が何をしているか納得しました。私は何を見た？何を見た？知らん。あ、何？なんか出てきた。覗く。そういうこと？お隣さんを覗く、覗いていく。何これ？どういう状態？手と足が見えるね。テーブル、ワイングラス？何を、これ？手。ふんふんふん。女の細腕が重そうにソファーを引きずっていたんです。これソファー？こんな時間にいい迷惑ですよ。確かに、引きずられたら、でも隣ってそんな響くんかな？なんか、上の階の人がそれしよるとかならありそうやけど。物音に加え、娘まで泣き出したら頭がおかしくなりそうです。隣人には手っ取り早く伝えることにしました。手っ取り早く伝える。これ？ドス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 。おー。壁を叩いて伝えました。これで静かになるといいんですけど。なるんじゃないかな。なんか、え、怖く、あんなに後つく？え、普通にやってさ、え、なにこれ、ステージ選択？このステージ選択なら。あ、クリア。普通にやって壁に手形ってつく？血じゃないよね。はい、102号室。なんかクエスチョン増えた？さっき3つやったよね、確か。102号室、ゴミ出し。隣から強めに壁を叩かれてしまった。あ、これ、ちゃんと繋がっとんや、話が。なんとか急いで家具を移動させたけど、女一人で家具の移動は大変だったわ。さて、ゴミがたくさん出てしまったけど、今ゴミを出すわけにはいかなかった。それはなぜ？それはなぜ？知らんけど。あ、これ指定日以外ってことかな、今。指定日以外はゴミ出し禁止。だからって生ゴミに囲まれて暮らすのは無理ね。確かにね。やっぱり今しかないわ。夜半過ぎ、こっそりゴミを出すことにした。物音を立てたらまた隣人がうるさいわ。まずは隣人が寝たことを確認しないと。これはなんか覗き返すとかそういう。これ？この隙間？違うかな？なんか覗く、これでいいんかな？どう？おー。なんでみんな隙間があるの？今までベッドで隠していた隙間、こんな形で役立つ日が来るなんて思わなかった。ふんふんふん。これは？要は向こうの家、101号室の押し入れ側ってことなのかな？隙間を覗いてほっとした。今ならゴミを出せる。そう思ったのは？そう思ったのは？覗く。え？え、なんか手縛られてない？え？手縛られとるやん。これさっきさ、101号室でさ、ベッドで横になっとった。え？娘？娘が泣き出すって、あたし、赤ちゃんかと思っとったんやけど。え、赤ちゃんじゃないってこと？え、虐待？え、大丈夫？なになになに？なんかこのカバンの中からろうそくみたいなの出てきてない？気のせいかな？これ、ろうそくじゃないんかな？これ？隣人は寝ていた。これでゴミが出せる。
それにしても隣があんなに若い子だったなんて。隣人は寝ていて。なんか増えたよ。ニュー若い子、何これ。ふんふんふん。いや、寝ていたっていうかさ。いや、寝ていたじゃなくって。あれやん。え？縛られとることには気づいてないの。若い子、それだけで胸の奥が焼けるようだ、焼けるようだわ。若い子が大好きだったあの人を思い出してしまうから。あの人。この辺？あ、なんか彼氏がおるっぽいけど、これ、この写真、彼氏との写真なんかな？写真じゃなくて絵かもしれんけど。お、合ってる。夫はどうしようもなく若い女が大好きだった。まだ少し温かいゴミ袋をきつく結び直して、私は部屋を後にした。え？え？待って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 、え？どうしようもなく若い女が大好きだった。だった、過去形。まだ少し温かいゴミ袋。え？殺した？殺したの？旦那さん。キーワードについて、隣人の秘密、わかりましたか？キーワードをゲットすると、鍵マークが出てくる。鍵マークから隣人の秘密を閲覧できます。秘密がわかったあなたも、わからなかったあなたも、隣人の秘密について答え合わせしてみてください。ふんふんふん。じゃ、とりあえず、この1階部分が終わったら、まとめて鍵を見ていってみようか。隣人やけん、多分上の階の人とかは関係ないよね。この多分1階1階で、話が繋がっとったりするんじゃないかなと。え、でもこっち側覗いてないよね。なんかあっち、二部屋は繋がっとったけど、ここどうなんやろ。103号室横連簿。隣の人妻に密かに恋をしています。あ、繋がってる。今夜はやたら激しい物音が聞こえてきました。きっと暑い夜を過ごしているに違いありません。もう我慢の限界です。僕は想像で満足できる男ではありません。僕は想像を形にしました。想像を形に？いや、てか、何？あれだよ。隣の物音、激しい物音っていうのが、多分、ね、刺したんかどうかわからんけど、殺した時の音やと思うよね。形にしました。写真？なんかこれ写真あるよ。結構リアルな人の。隣人を取るだなんていけないことだとは思いますが、こうすることでどうにか自分を保っていられるんです。ふんふんふん。最初、横連簿って出た時さ、あれかと思った。その102号室の旦那さんが、なんかその、浮気した相手の女の人かと思った。今日はいい写真が撮れるに違いありません。僕が隣人を見ている場所はどこ？隣人を見ている場所？てかこれ重いけど、どういう向き？これベランダ？なんか今、ベランダから見よるってことかな。お。毎夜僕はベランダから隣の部屋に向けてカメラを構えます。しかし。ベランダからカメラってめっちゃわかりやすくない？隣にカメラを届かせるには僕の腕は短すぎました。そこで一役買ったものがあります。それは何？これ？なんかいかにもらしくそこにあるけど。自撮り棒です。自撮り棒を自分以外に使います。そして僕はいざカメラを構えました。確かに自撮り棒やのに他人を撮るっていう。隣人夫婦の姿を捉えることはできませんでした。それはもうがっかりしました。本当ならその場所にベッドがあったんですけど。本来ベッドがあったはずの場所とは。うわぁ、もうなんか把握しとるやん。家具の位置まで気持ち悪いな。本来ベッドがあったはずの場所。ちょっと待って、あ、ここから見える。覗く。この人は隙間とかじゃないんやね。え、もうなんか思いっきり血あるやん。ねえ、ちょっと、これ気づいて。血があることに気づいて、マジで。これ。ベッドの位置、盗撮。ベッドの上で寝おるところを殺したってこと。ベッドの位置がソファーに変わっていました。まさか盗撮に気づかれたんでしょうか。すぐに部屋に戻りました。忍び続けた恋は告げずに終わりそうです。あ、一応、この人は犯罪には、いや、まあ、盗撮した時点で犯罪やけど。直接的な犯罪には走らんわけやねん。これで201号室に移ったけど、ちょっと待ってね。隣人の秘密、101の若い子。幼児を見て若い子とは呼ばない。語り手の言う娘とは自分の子供ではなく誘拐してきた若い娘だ。え、マジで自分の子供でもないん？え、怖い。何それ。
誘拐してきた若い子。女の人じゃなくて男の人ってこと？そういうわけではない。ん？違うんかな？勝手に私母親と娘やと思っとったんやけど、虐待でもなかった。102のベッドの部、ベッドの位置。あえて深夜に模様替えをする必要はない。しかし夫をベッドで刺し殺してしまった語り手は、早急に現場を隠す必要があった。壁に飛散した血を隠すには、丈のあるソファーを動かしてくる必要があったのだ。でもどうなん？隠れてないし。そんなに急いで隠す必要はあるんかな？人を呼ぶ予定があるとか？でもそれまでに多分、なんなんやろ。どうもできんのかな？ 103 の盗撮。思いを告げられずにいる語り手の部屋には、隣人宛てと思われる恋文の床が出来上がっている。あれ全部ラブレターなんや。自分宛ての手紙かと思った。しかし恋をしている割に語り手は隣人の夫に嫉妬する様子がなく、最後にあっさり恋の終わりを宣言している。ん？うん。語り手は一途ではなく多情であり、恋文の数は対象の、なるほど、そういうこと。へぇー。別にこの102号室の、その若奥さんだけのことを好きなわけじゃなくって、いろんな人のことが好きなんやね。要は可愛ければいいみたいな感じ。へぇー。てか人数多すぎじゃない？はい、じゃあ201号室。匂い。赤いな。まず自分の部屋を掃除しました。その匂いは下水が混じった匂いでした。私が掃除した場所はどこ？下水が混じった匂い。これはもうお風呂でしょう。バスルーム。え？違うの？やっぱり原因はわからないまま、自分が原因ではと思うと怖くなり、取り憑かれたように掃除し続けています。え、でもさ、お風呂以外なくない？下水。ここで見えとる限りでは。え？タッチする場所が違う。覗く。なるほど、そういうことか。ほうほうほう。え、汚くない？なんかめっちゃ水垢みたいな。あ、ここからまだ、これ。はい。排水口に付着した汚れを疑いましたが、毎日掃除しているので汚れていなかったのです。ようやく私は隣に疑惑を向けました。掃除しているっていうのが鍵？鍵っていうか、掃除しているっていうのがこの人の秘密？掃除する割には汚いよね。そういうこと？そういうこと？この匂いは外から。そう思った私は玄関の扉を開けました。廊下に出ると見慣れない光景が目に入りました。私が見たものは。なんかこの人自身に問題ありそうな感じせんけどね。でも、この感じだと多分、それぞれの部屋の住人それぞれに秘密があるってことよね。見慣れないもの？これ？え？てか普段のここを知らないから。え、何？どれ？見慣れないもの。これは多分自分家の傘よね。位置的に、多分。隣が空いてるとかそういう。違う。え、どういうこと？てか隣のさ、部屋のドアにペタペタ貼ってるのあれ何？まあねー、マネエタシガバツヨカオ。よくわからない。これ。お、クリア。一つ部屋を挟んだ203号室の扉にたくさんシールが貼られていたんです。子供に出たらかと思いましたが、子供の姿を見かけたことはありませんでした。かといって大人がそんなことをする理由もわからず、しばらくその場でほうけていました。元からそういう家の人なんかと思いよった。扉に目を奪われていましたが、やがてそんなことは頭の隅に追いやられました。匂いの正体を突き止めたからです。匂いの正体？マジで？突き止めた？どうやって？どこ？この人覗きまくるやん。あ、なに？また、隣の人の家覗く？マジで？え？ネズミ？ゴミだらけやん。ゴミ屋敷？やば。何？あ、なんか漬物みたいな感じのね、漬物、なんか漬け込む壺みたいな。203号室のわずかに開いた扉からゴミが見えました。開け放しの扉から匂いが漏れたのだとひとまず分かって安心しました。安心もちょっとおかしい気がするけど。あれ？
202は？え、めっちゃ無言なんやけど、なになになに、怖っ。え？後からここ。203号室。はい。え、さっきのは、203号室。あ、そっか、自分の家から見て、202号室と203号室が見えておったってことか。あ、なるほどね、そういうことか。クエスチョン1、足元に当たるゴミの感触。電話が鳴った。電話を手探り、親友と話す。ないとこうも不便なのか。俺にないものはどれ？ないもの？電気？電気。ならもっと明るい電気にしろよって感じだけどね。多く失いすぎた。もうほとんど生きる気力がないというのに。ああ、もう一つ上の階に住むんだった。どういうこと？生きる気力がない。もう一つ上の階に住むんだった。なぜ？3階以上やったら死ねるけんってこと？ないもの。何ないもの？彼女。え、これ死んどるってこと？なんか白い花備えとんやけど。え？何？どれよ？ん？この絵は何？ピカソか何かが描いたの？え？クリア何？交通事故で両目を失って仕事が続けられなくなった。あ、そういうこと。慣れるまでと世話焼きの親友がたまに部屋を掃除しに来てくれる。今日もその電話だった。ふんふんふん。めっちゃ優しい、いい友達やんね。そろそろ部屋が匂ってきて、お前が来てくれて助かったよ。親友がやってきて、窓や扉を開けて掃除を始めた。親友の存在には色々な意味で助けられていた。事故の後は絶望で楽になりたいと思っていたほどだ。俺は何に絶望した？そろそろ部屋が匂って、隣の家まで匂う。隣じゃないね。2軒隣まで匂うぐらいやけん。え？ 202 号室の人は何しよん？文句言わんの？大丈夫？何？出かけ中？出張とか？まあ、絶望は多分、彼女が一緒に乗っとったってことやろ。ほら。交通事故に遭ったのは俺と彼女。自分だけ助かってしまった罪悪感で絶望していたが、俺たちをよく知る親友は俺を理解し支えてくれたんだ。それはしょうがないよね。自分が事故を起こした側じゃなくって、なんか当てられた側とかやったら特に。何度も親友に甘えるわけにはいかないと断ったが、世話焼きの親友は俺から目が離せないらしい。少しでも生活しやすいようにといろいろな工夫を取り入れてくれた。中でも遊び心の効いた工夫には少し困ったが、好意として受け取った。親友の工夫とは？親友の工夫とは？なんだ？工夫。え？何？覗く。これ？あ、これ親友がやったん。マジで？何しに？ふんふんふん。目が見えない俺のために親友がデコボコのあるシールを扉に貼ってくれた。ああ、そういうこと。外から帰ってきた時、扉に触れば自分の部屋だとすぐに分かった。本当に親友には感謝している。おかげで部屋も片付いた。だから変だった。綺麗になった部屋はもう匂うはずがないのに、鼻まで行かれたらしい。え、なに？怖い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 、どういうこと？え？え？怖い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 、どういうこと？え？親友なんか騙してる？あの人のこと。なんか目が見えんことをいいことにさ、なんかめっちゃ嫌なもの置いていかれとるとか、実は全然片付けてくれてないとかそういうことじゃない。待って、秘密。201は掃除している。語り手は排水口を毎日掃除している。個人差はあるが毎日その場所を掃除するのは人と比べ綺麗好きである。しかし匂いの原因を突き止められなかった場合に、語り手は匂いに恐怖し、掃除の終わりがわからなくなっている。ああ。脅迫観念に駆られると無意味な行為を繰り返し続ける病の持ち主だ。ああ、なるほど。うん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 。でも一応、あれはね、匂いの原因は分かったけん、もう大丈夫ってことよね。とりあえず精神的に病んでいる方ということは分かった。で、203のシール。シールを並び替えると、ちょっと待って、これ。怖っ。シールを並び替えると、お前が死ねばよかったになる。目が見えない語り手はこのことに気づいていない。え、俺たちをよく知る親友。つまりこの親友は語り手の彼女のこともよく知っている。好きやったんか。彼女に密かに思いを寄せていた親友は彼女を守れなかった語り手を恨んでいる。へぇ。匂いは何なんやろ？この家が原因じゃないってこと？ちょっと待って、怖い。
すごいゾワッとするんやけど、やばいね。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。